はいえー、スタートですね、えー、雨がだいぶ激しくなってきたんですけどね、えー、最終12レースなんですけども、えー、ここはまず平原選手と吉田拓也選手が前を、えー、取りに行きました、えー、1番、7番ですね、関東勢です、えー、そして、えー、その後ろなんですけども、えー、ここは2番の森澤選手がいますので、新山選手ですね、えー、東北勢です。 そして町田大賀選手に井上選手がついてここは9番3番5番の山口健也選手が短期ですねそして最高峰には8番6番岡崎選手に井原選手ここが近畿勢ですねこのような体制でレースが始まりましたやはりこのレースでは注目されたのはやはり1番の吉田拓也選手と平原幸太選手ですねそこにままああ短期の 山口健也選手もそうですし、あと新山選手、ですね新山選手、あと町田大河選手、各ライン、先頭の選手ね、ねやっぱり最近、やっぱり非常に活躍している選手ですので、どのようなレースになるのかがね非常に興味深かったんですけども、まず前を取った吉田拓也選手ですね、そして平原選手がマークして、ここは SS のコンビですね。 そして後ろには新山選手、新山選手も吉田拓也選手と同期ですのでね切磋琢磨してきましたので、ここで吉田選手は新山選手よりもいいレースをしたい、新山選手は吉田選手よりもアピールしたいというところもあると思うので、やはりここの同期生の2人というのも気になりますね、あとはここは町田大河選手ですね、このパワー選考ですね。 はい、身長も高い選手です、えー、後ろには井上雅樹選手、スピードタイプの選手がついてますので、えー、ここは、えー、町田選手の後ろについているので、非常に、ねえー、有利に運んだわけなんですけども、えー、ここで岡崎選手が後方から上昇してきて、1回前に切るんですよね、えー、なので、えー、山口健也選手もここ短期でついていって、1回切れればよかったですよね、そうすれば前、前に入れますので、えーいい例、短期でも動くレースはした方がいいと思うんですけども、 まあ、岡崎選手が切った後に、岡崎選手、うまかったですよね、一回切って、えー、町田選手を出させて、3番手取れました、えー、これは、えー、山口健司選手もできたのではないかなと私は思うんですけども、山口選手、ここでね、一回外に外すんですけども、やっぱり、ここから町田選手の係かかが良くなってきますので、えー、3番手。えー まくり上げていきそうな岡崎選手もね、ここやっぱりなかなかまくり上げていけないんですよね、そして吉田拓也選手もなかなか間が詰まらない、町田選手はここから踏み直しをします、そうなってくると、後方になってしまった選手たちはやはり苦しかったでしょうね、ここは番手絶好に運んだ井上選手ですね、そしてしっかりと粘った町田選手。まあ、ここは 3番、9番、1番という形で、まあ、吉田拓也選手がなんとか3着まで来た感じなんですけども、まあ、町田選手のパワー選考が光りましたね。はい、3番、9番、1番ででいいレースでした。